最近のお気に入りは新しい映画とかを見たりっていうのが一つで、もう一つは環境を経済学的目線で見るみたいな本とかで最近読んでるんですけど、なんかそれがすごく最近のお気に入りです。今一番欲しいものはどう、まあ、今僕が一番欲しいものは自転車、それでまあその自転車自分の足で漕いでそのいろんなところに行ってみたい、日本中いろんなところに自分の足で出かけたい。今ハマっていることは、最近 NBA を見ることにずっとハマってて、まあ、実際大学でそのバスケットボールをしてその友達とそのコミュニケーションを取りながら楽しくプレーしています。自分を色に例えるならなかなか動かない、変化しないようなそういうイメージで黄土色を通させていただきたいと思います。今緑でも間違いなく黄土色今まだ18歳とか19歳 で僕たちの世代って結構将来のことであったりとか逆に学生時代の過去であったりとかっていうのを思い返したりする時は結構あるんですけど、今とかもう少し広げて今日とかそこまでその日を大事にしてるっていう感じる瞬間ってすごく少ないのかなというふうに思いまして、いけばなっていうのも永遠に残る美じゃなくて、その日その日の花の様子であったりとかっていうものを残していくものなので、自分たちの作品を見て、鑑賞してくださる方々にはその自分の今今日とかの、過ごし方とか、あり方っていうものに、少しでも気を向けてもらって何か感じ取ってもらえるような、ものになればなと思っています。今この瞬間の花のあり方であったりとかっていうところを感じてもらって、そこから自分の方に視点を向けていけばなの良さを少しでも感じてもらえればなと思います。